こんにちは今週の万年筆はペントペンハウスっていう販売店の、えー、ブランドですよねペントバイセーラー万年筆特別生産品プロフィットレアロピンクゴールド天空幻想というね、えー、製品をご紹介したいと思います。 いうにはコラボモデルとかいうやつですよね。はい。中身はね、えー、プロフィットなんですけれども、プロフィットレアロなんですけれども、いろんな部分ね、あのうんちくが、はい、ございますんで、そのあたりを中心にね、えー、ご紹介していきたいと思います。で、今日は申し訳ないんですけども、試し書きはね、えー、しないつもりで言います。 というのもね、えー、ちょっと今、本数がなかなか常用しているのが増えてしまいましてですね、これ以上増えちゃうのも辛いなっていうことが一つ、それと、まあ、プロフィットの場合は何本もご紹介しておりますんで、大体書き味は変わらないだろうということで、これはもう本当にもう見た目のモデルですんで、はい。で、天空幻想というからにはですね、はい、えー、これ、ラメがもうもう見えますかね。 ここのね、ね。イメージはこれ宇宙なんですよ、ね、中にチラ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 っと星があるとでこの金属部分これピンクゴールドっていう色合いなんですよですから普通のゴールドとはちょっと違うとでこれ照明によって全然ね色が変わってくるんでとりあえずねこれ別のメーカーですけどモンブランの普通の金とね並べてみましょうちょっとね色合いの違いがね分かればいいなと思うんですけどもね 分かかんんななったらごめんなさい、はいえ。例えば LED かなんかの真っ白の、ね、蛍光灯の下で見るとねややこっちがうっすらピンクがかっているというのがね判別できるんですけれどもねちょっとね色が違いますよと。 でラメがね入ってるのはどのぐらいこうなんかね買った時よりねラメ減ってるような気がついこの間したんですど映りますかねチラ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 っとどの角度でやたらいいんだろうチラチチチチラララっとこんな感じかなラメがなんか減ってるような気がするねあるいはこう表面から照らした方がいいかなチラ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 とこうね中にねプツ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 ってね そういういの入ってるのがねお分かりいただけると嬉しいなというふうに思いますえ外すのこれはもうねいつものここも形はもうねセーラーのねプロフィットですよねで吸入式ですはい、吸入式でねこれもスケルトンに近いですから、えー、残量はまあすぐ見てわかるんですけれども実際これがですねあのここに透明のインク窓がありますんでこれによってねあっ これラメ結構今一瞬ちらっと映ったような気がするのは私だけですかねはい透明なね窓があるとねより分かりやすいですねちょっとねピストンの動きなんか見ていただきましょうそのためにちょっと今日これをこういう風に持ってきておりますんでねちょっと待ってくださいねこういうねこうライトをこうねガツンとこう台に置いてですねで皆さんの目にあんまり触れると申し訳ないんでこの辺でやりましょうかこんな感じで 斜めかからきますねこんな感じでいきますかでこう中身よく見えると思うんですけどこれね微線ここのところをねクリクリッと回すとねピストンがこう動いていきますピストンがねクリ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 これでね一番ピストンが前に出てますんでここから吸入が始まるわけですね実際はこんな感じでクイクイッと。 見てわかとおりちょっとね樹脂で頼り投げですよね <laughs> すいませんでどうです思ったよりピストンって直径が小さくないですかねこれでこう引っ張ってくるわけですクイ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 とですからねそんなにたくさん入るわけではないんですよねはい事実ねまあそれでもね あのカートリッジ1本分に近いですからかなりの量を持ちますねお尻の方の構造もねこうやってね透けて見えるような形になっていますはいねペンシンの刺さり方みたいなね感じですねでしつこいですけどねこの窓は本当に分かりやすいんですよねそしてキャップの方にも一工夫ありまして、まあ、要するにね乾いてしまうのを防ぐためにねここにね ススププリリンンググがが仕込んでありますね、スプリングがね。こういう感じで、はい、こんな感じでここにクッと万年筆の本体の方を刺すとこのスプリングがね縮んでいくんですよね、えー、とこう見えこうすれば見えるかな見てくださいねクイッ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 クイほら縮んでで密閉をねピシッとすることで中のこの白い部分でねペン先が乾きにくくなっていると。 いうことですスプリングの感じがね少しだけねこれ回しているとねテンションこっち側にかかってるのが分かりますね。はい、ということで、まあ、ペン先乾きにくいと。事実ですね実はあの僕はあのセーラーマンネ年スのファンでもあり、えー、株主でもあるんですけれども率直に言って、えー、プラチナ、えー、セーラーパイロット、えー、この中でやはりねセーラー乾きやすいんですよね。 ペン先が例えばこう打ち合わせなんかする時に筆記状態のままこう出してますよねでほんのちょっとねこう考え事してたり話をしただけでカサカサっとねちょっと最初インクの出が悪い時があります正直言って。ただ、ね、それに勝るる書き味があるんでということでこういう構造ねあの乾きにくくする構造っていうのは非常にねあのメリットはあるなというふうに思います。 で同じぐらいの時期にねやっぱりプラチナの方もねかなりその乾きにくくするためのこのキャップの構造こういったものをね世に出していたなっていう記憶がありますちなみにその時期あたりからですねインクのブレンドを自分でやりましょうセットみたいなのって結構出てましたよねはいでペン先のね、えー、表記ちょっと忘れましたね このペン先の、えー、表記ですけれどもねこれがね、えー、新型の方ですね H-M ってなってるあの新しい方ですあ失礼 H-F になってる新しい方の表記方法の、えー、これは細字ということになりますね F ですねファインですはいね天空幻想っていう。 ちょっとだからどういう風に照明を当てたらいいかなっていうのが今日は、えー、悩みのツボだったんですけれどもなかなかね、えー、うまい当て方ができてたかどうかちょっと自信がありません本体見ながらライト見ながらモニター見ながらっていうんじゃねな,なかなかね <laughs> もうおじいちゃんには厳しいですねはいでこんな感じのねペンなんですけれどももちろんね中身は普通のプロフィットですからはいあの非常にね綺麗なね えー、字が書書けるし書き味はほんと最高ですよねやっぱり私はもうやっぱりもちろんね他のメーカーさんの方も全然いいんですけれども、えー、万年筆趣味を再開した頃に最初にやっぱり、あのー、愛用していたっていうかね、えー、戯れに自分へのなんか、まあ、言葉あんまり好きじゃないんですけれどご褒美めいた時に買ったのがプロフィットの21。 ねそれのこんなねボディが無し地仕上げのやつだったんですねでこれはねあのせがれにね、えー、譲りました小学校の時に万年筆欲しいなんて別にこっちがねあの誘ったりたぶらかしたりはしたわけでもないのに言い出されてこれうれしくないね万年筆不安の親はいないわけでもう一番の愛用もうこなれにこなれてるやつをね、えー、譲りましたでそのね愛用の万年筆を持ってね彼は あの世代ではおそらく、ね、他に経験者少ないと思いますえす、ー、セーラー万年筆のペンクリニックの K さんのところにその自慢の万年筆を出してもともと書き味良かったんですけれどもさらにねやっぱり K さんに研いでもらってアップしようと言ってね小学校3年生ぐらいだったかな彼が目の前でね自分のね愛用の万年筆がねあの K さんのね分解のスピード ババっっててのララないくのね <laughs> 目が点になってたねせがれの顔をね今でもね懐かしく思い出しますはいまあ今彼も大学生でね何人とじっくり趣味で使うっていうよりもね今やっぱりレポートなんかもやっぱりねあの PC でね電子データで作るのがやっぱり多いこれも世の中なんでね我々の頃はね最後は卒業研究とか卒業論文の方はねえ英語と 日本語で書いてまず英語とドイツ語に翻訳して提出するその時の条件としてボールペン負荷と、はい、黒のインクっていう風に指定されてましたんでね私はたまたまね万年筆もともと持ってたんでそれをまあ使ったりあるいはあの 安い万年筆を買ってきたのなんか覚えてますね自分のやつはなんかねインクなんか手入れが悪くてインクのフローが悪くなってたのかなでなんか本当安いね鉄ペンを買ってきてそれでガリ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 書いてたのを思い出します今そういう論文形式ってもうないんでしょうね本当寂しいですけれどもねもしね今でもそんなね論文の出し方をねされている 大学があったら素晴らしいなというふうに思います。まあ、大学じゃなくてもいいんですけれどもね。はいということでね、今回はペント、ペンハウスのオリジナルですね。セーラー万年筆とのコラボモデルということで、特別生産品、プロフィットレアロ、ピンクゴールド、天空幻想。はいご紹介させていただきました。ではまた。